これが深夜から打たれた面ですね。そうです。はい。綺麗ですね。そうですね。これは春豊の一等子とあとさぬきの梅の小ぶれのさぬきの梅 5% ぐらいしか入ってないんですけど、まあその割合も昨日夜中に決めて稼ぎ率も決めて。もうまあ本当朝打ったって朝っていうか夜中に近いですけどそうですね、今日ですね。そうでもいい感じでちょっと熟成 し始めてんじゃないかなっていうところですね。うん、翔太さんといったら本当に、まあ、全てにこだわられてますけど麺に対するこだわりもちょっと並々ならぬものがあると思うんですけど、うん、はいそうですね。麺は、またその佐々木さんなんですけど、僕はそのスープを作るよりも先に麺を打ったんですよ。もともとそのチェーン店のラーメンをやってて、でそのスープっていうか環境は一応あったんで、でも自分で麺打ちたいなって品染めの麺を食べてすごい強く思って、で製麺機をなんとかして安いやつを譲ってもらって、それ今大好きが使ってるんですけど。ああそうなんですね。でもそれで始めて、そうです。だから麺の思い入れっていうのはすごい強いですね。はい、今日もいい麺ですか？とてもいい麺だと思います。はいありがとうございます。はい。